このところ連戦連勝だからな。次もバッチリを任せとけ。ローリマーの場外には現在4000ほどの兵力が残っていると情報がありますが、ローリマーの場外、その先には俺の生まれた戦士の村があるな。第二殿、列藩刀殿が話があると。ああ、ホーグンか。ああ、第二様。ね、パパンラン。列藩刀、第二殿、解放軍はすでに難攻クワンダ・ロスマン、西方、ミルイヒ・オッペンハイマの領主を解放。勢力を日増しに大きくしております。また、帝国内の各地で、反乱の火の手が上がり、帝国軍はそれにかかりきりです。これは先日の帝王マクドールの軍が敗れたことが伝わったためだと思われます。帝国は反乱を鎮めるため、地方の帝国軍を集結させています。そのため、守備もの手薄になっている地方がいくつかあります。そこで我々は帝国軍の隙をついて各地の反乱勢力を一つにまとめるのが得策かと思われます。私もレパント殿の意見に賛成です。私の集めた情報では、ローリマー地方から帝国兵が引き上げるのを見たとか、ローリマー地方への入り口、ローリマーの場外の守りは固くありません。俺も賛成だ。よし、じゃあやろうぜな、第二。ローリマー場外を攻める。もう少し待とう。わかりました。決心がつきましたら私に申し付けください。ただ準備だけはしておきます。どうかな？今倒せるかな？ローリマーの場外を攻める。ローリマー地方か。久しぶりだな。倒せるかな、これ。ローリマー。なんだ、全く答えがないな。罠でしょうか。わかりません。霞、中を調べてみ、聞いてください。わかりました。行ってまいります。忍びの力。物を開いた。大人様、中はもう抜けの殻です。帝国兵の姿は、見当、けなたりません。どういうことだ、調べてみようぜ。ピックルって言うんだ。うん、墓場、我々の墓場か。なんだこりゃ。これはただごとではないです。奥へ攻め込む前に詳しく調べる必要がありますね。タイニー様、私も連れて行ってください。クレミオ、テオ様の死、それにパーン、みんなの思いを引き継ぎたいのです。あなたを守らせてください。では、タイニー殿、残りのパーティーメンバーを選びください。はい、フレック悪くない、夫婦悪くないね。夫婦さんどこ、これ夫婦と
2万の人。影さん。LLSS。もう一つの M かな。M いる。これ誰？逮捕。逮捕は弱いで、だけど。いや、強くなっちゃった。なんだ。わからない、逮捕。なんでそんなに強くなった、逮捕。あの短い間強くなっちゃった、逮捕。これも M。クワンダ、誰だ。クワンダ。クワンダ、誰だろう。逮捕かなり強くなったね。なんで。フリックより強い。フリック装備持っているからフリックしようか。パーティーメンバーはこれでよろしいですか。にゃーだ。にゃーだ。にゃーだ。うん、それだけ。これでいい。こいつはミステリーだぜ。面白くなりそうだな。では、私は一度、城へ戻します。お気をつけてください。墓場。なんだ、ゾンビ出ちゃった。こっちはまだ開いていない。ゾンビいるか。これ違う。いや、これ同じ。うん、どこ行くか。下、こっちか。自由だ。どこだこれ。これ久しぶりの街か。戦士の村、これか。目的地こっちか。やめなよ、天がある。行っちゃダメよだよ。話してよ、ヒックス。僕はもう行くって決めたんだからね。ダメだよ、食べられちゃうよ。みんながそう言っているよ。じゃあ、君が守ってくれるのかい。まだ自分の剣に名前も付けられない君がどう、ヒックス。それは、出てもみんなが守ってくれるよ。君はいつもそうなんだね。それにさ、血を吸われるなんてのは噂に過ぎないじゃないか。もしかしたら後ろでいい暮らしができるのかもしれない。こんな裏ぶれた村よりよっぽどいいかもね。そんなこれ仲間か。テンガラルはあれほど家を出るなと言ったのに悪い娘だ。いつ猫労働が来るかわからないのに。何、猫労働だって。おいおっさん、今猫労働って言ったか。なんだお前らは。うるせえ、聞いてのはこっちだ。答えろよ。どうしたというんだ。興奮するな、ビッグドール。もしかしてこの人たちは解放軍の。そうだよ、僕見たんだ。ミルイの城を解放軍が攻めるところを、このクマみたいな人も見たことあるよ。クマ、わわわわ、もう来ないでよ。そうですか、解放軍の方々。するとあなたがタイニ殿ですね。噂は聞いていますよ。私の家に来てもらえませんか。ネックロードの話もそこでしましょう。こちらどうぞ。痛い痛いよ。手を引っ張らないでよ。抜けちゃおうじゃない。いいから来るんだ。私はそっち行こうか。その前に、クローン見つけた。そろそろクローンです。クローンのお寺にお参りに行こうかな。お寺の場所、西へ行ったところだよ。西か。こ
ここは戦士の村。村一番の名物は村長の長話しだ。長話だ。フリック久しぶりだな。5年ぶりだぞ。それは H.M. バーバーだな、うん。森の中でも夜だけでなく仕事の間も我らが王を叩いよ。ネクロードの城を攻め、唯一帰ってこれた村人の最後の一言です。じゃ、しゃ、しゃ、じゃ、何かの暗号だと思うのじゃが。井戸、墓場。墓場かな、墓。H.M. バーバーか。おいや、また会ったね、お兄さん。どうだい、一勝負。俺から5000以上買ったら仲間になってやるよ。5000か。さあ、いくらね。まあ、このババいらないね。サイクロのやつの方がいい。まあ、久しぶりの。これ。真ん中かな。どう？よしよし、一発。大当たりだ。大当たり。兄さん、試合にはやられたぜ。やるね。よし、約束だ。よし、約束だ。仲間になってやるよ。よし、取った、ババ。いらないだけど。また仲間。剣は戦士にとって最も大切なもの。その剣に自分の最も大切なものの名をつけるのがこの村の習わしなんだ。これ。そうだな、引き出しの間に5ギルドいるは、あるはずだ。ね。あいよ、仕事かい。仕事を頼む。なんだ。タイルなんだ。まあ、タイニーの武器全部。タイニーお金持ちになった。強くなれタイニー。あ、それだ、限界。この残りのやついいだろ。紋章へ。水で送っちゃった。うん。絵巻物。ああ、わからん。まあ、仲間。解放軍に帰る。確かに帝国の乱れ具合はひどいものだ。しかしな、鍛冶屋は鍛冶屋をするのが仕事じゃないかな。モースは解放軍に入ったらしいが、モース、いる、野郎。めんどくさい。いる、草やろ。まあ、めんどくさい。連れていく、モスか。いらっしゃい。薬か。ライ。あ、ライはグレミオだな。死んだやつ。種。これも仲間。僕の名前は、ウィンドウ。また戦士にはなっていないんだ。でも、本当言うと戦士になんかなりたくないんだ。そうだな、僕は飾り窓の職員になりたいな。ウィンター。わからん。ウィンディ、確かウィンディ。誰か聞いたことある、ウィンディ。誰だろう。鎧。タイアテ。フルヘルム。クレヨト。フースール。フルヘルムいいかな。この鎧。フルアーマー。闇のメント。いや、いらん。いらんかな。仲間か。
あの人ったらいつも偉そうなこと言ってるけど、ちゃんと県に私の名前をつけてることをしてるんだろう。タイに何を持ってる？とんがり帽子、これは風船を防ぐ。いやでも防御少ない。何ボーナス？エンブレムは良くないだろう。あ、トウシューズじゃない。あ、トウシューズ、エンブレムの方がいいね。え、まあ、エンブレムかな。盾使えない。鎧、忍び服、めそっちか。何も盗めない。なんでタイに？これも誰？あ、か解放軍の皆さんならあいつをやっつけられますよね。もうイクスは頼りないんだからねえ君。ヒックスの代わりに僕を持ってくれる？後ろから話しましょうか。よし。幽霊、これ3ヶ月ほど前です。この地方を治める新しい将軍としてネクロードという男がやってきました。奴は恐ろしい魔法をかけ、帝国兵をゾンビやスケルトンに変えてしまったのです。なるほど、それでロリマーの岩にトリコかな、岩リハトリコにあんなにハッカーが。そしてやつはゾンビたちを使い近くの村を脅し始めたのです。その要求というのが、テンガールを城に差し出せなんて許せないよ。やつのやりそうなことだ。他の村は要求を飲んで女を差し出しましたが、この村は違います。この村は戦士の村。そもそもこの村は、うわわわ始まった。僕は知らないよ。聖戦士クリフトが最後の戦いのあと、この村を開き、代々白白クリフトの末裔である我ら戦士の村の一族によって守られてきた村なのです。もちろんただ平穏無事に過ごして来られたわけではありません。当然のことながら、この村にも危機と言えることもありましたし、自ら一族を率いて戦いに出た。村長もおりました。その中でもとりわけ大きな手柄を立てた村長が5人おりまして、なんだフラッシュバック。これにより先代のカラックより、この私が戦士の村の村長の役目を引き渡されたわけなのだ。ひでえ目にあった。もう日が暮れたよ。よくあれだけ喋れるもんだな。おっさん、話はもう終わりだろうな。何もと聞きたいのか、それならいい話が。わーわーいいわいい、結構だ。俺は休ませてもらおう。それなら部屋を用意してやる。ゆっくり休んでくれ。鈴木の話は明日にでも。寝ているこれ。
クトール殿やクレオ殿はもう休まれました、休まれましたよ。タイニ殿もお部屋の方へ。それとも朝まで私と話でもしますか。そうか、一晩中話す出られないね。ダメだタイニ、タイニ殿、お休みになれないで外に出るくらいなら私の話を。やめて。ひどいよ、さん。私はなんだ、私は監獣、いや、なんだ、逮捕された。もう、あそこでニックスと話しているの、確かあの人、クレオさんだったよね。なんだよ、僕は別に気にしてなんかないよ。ただ、ちょっと通りかかっただけさ。このやつ出られますね。なんでお前出られる？タイに出られない。話してのはなんだい？今日はもうこれ以上聞きたくない気分なんだけどね。ごめんなさい、クレオさん。クレオさん。なんだい？クレオさんは女の人なのにどうして戦っているのなんですか？この前世の俺では女の人が戦うなんてことをしないのに。これ女の子か。どうしてか別に女が戦うのに特別な理由はいらないよ。男と女の小さ、守りたいものがある。ヒックス、あんたにも守るべきものがあるんじゃないか。でも僕は強くないから。そうだね、弱いやつが無理をすることはない。死んでしまったらどうにもならない。でもヒックス、自分が弱いと思っている間は強くはなれないよ。そうですね、ありがとうございました、クレオさん。ああ、おやすみヒックス。うわ、タイニ様をおやすみさん。これ持ってられた。誰か、クレオか。グー、寝てるこれ。グー、グー、グー、ギー。タイニか、眠れないぜ。やっとやつのネクロードの尻尾を掴んだんだからな。やつはネクロードは人間じゃない、紋章を使い吸血鬼になった男だ。やつのせいで俺の生まれた村は殲滅したよ。俺が村に戻った時に見たものはやつの魔法でゾンビにされた家族がお互いに悔やっている姿だった。それからさ、俺の旅が始まったのは、それもここで終わるのかもな。ここでこの手でやつを。タイニ、お前はもう寝な。俺はもう四時間の隙を見ているよ。寝た。おはようございます、タイニ様。どうです？昨日の疲れは取れましたか？うん、クレオ入った。ゴギルドどこかな。おっさんにない。よし、出ようか。なんだ、ゾンビが来る。休みます。